ワンバンコ、ティモンさんです。4月1週、頑張っていきましょう。さあ、プレミアリーグ、ディビジョン1が果たしてどの程度の強さかっていうのがちゃんと把握できてないですけども、まあ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 、そんなにね、そんなに強くないんだな。どうしようかな。誰にしよう。リベラーニ、リベラーニかな。誰がいいのかな。誰がいいの。もうもう分かんないよ。もう大阪さんでいい。大阪さんはチームの柱なのにちょっと地味っていうのがいいですね。ちょっと地味なんですよね。なんかなんだろう、仕事人感というか、もう長く行き過ぎてる。大阪さん何年ぐらいいんだろう。8年ぐらいいんですかね。そんないないかな。どうなんだろう、ちょっと見てみますか、選手名か。はい、はいはいはい。大阪さんは何年目なんだろうね。ちなみにマッハタックルって技を覚えてます。29歳にしてマッハタックルって名前を言いながら人に突撃するんでしょうね。なんてかわいそうな人間だ。マッハタックルって言いながらタックルするんだろうな。よくないよそれは、非常によくない。ゴー。あらら、うちなんかメンタルが下がってる気がするんだけど、気のせいかな。 OK 一緒終了。まあ、Gリーグはさすがに負けんな。あ、鼻水が。はい。喉も。喉と鼻水が。よくない。はい。なんだろう、再開したばっかなのに、喉の調子が良くないってよくないな。なんだろうな、ずっと喉の調子があんまり良くないんだろうな。まあ、ちょっと前よりはいいけど、相変わらずって感じですね。プレミアリーグ1が2回ぐらい挟んできますけど、ほぼ J リーグと。なかなか忙しいね、J リーグは。ちょっと見てみますか、選手名鑑。クラブ情報。選手通算成績か。通算だと分かんねえか、何年いるか。分かんないですね。でも歴代記録でも見てみるか。中山さん380ゴール。すごい。率で言うと、ロナウドがやっぱり一番すごいな。166試合出て156ゴールって。大したもんですよ。とりあえず今一番いるの池本さんか。池本さんが今うちに一番いるのかな？中山さんかな？どっちだろう。見れないかなこれ。なんか。見れないですかね、選手名鑑みたいな。一人ずつ。見れないか。あ、見れそう。歴代選手ランキング、個人情報かな。所属年数、池本さんの13年か。池本さんそろそろ、あ、てか上野さんもあれなんだね、14年やってるんですね。なんだかんだ上野さんが一番長いんだ。怪我は中原さんの10回がダントツですね。ダントツか。まあ、中原さん怪我してるイメージしかないもんな。この辺見るの楽しいな。全然話が進まないけど。青木さん7億。85億。あ、ダントツだな、これ。ダントツですわ。なんだろう、85億って。よう、そんな金あったの、うち。85億。一人の人間が、所属を変えるだけでそんなにもお金が必要なのかって思うよね。85億だぜ。さあ、レッズ戦。とりあえずバット走っていくか。まあ、負けねえだろし。はい、爆撃、映え。爆撃しろ、爆撃。興梠心臓。映えハットトリック。ああ。俺、気持ちの中ではね、左の鼻の穴がすごい。狭いイメージあるんですけど、鼻水を出すときは左の鼻の穴の方が出るんですよ。なんかイメージなんですけどね、勝手な。まあだからなんだって話なんですけど、いやー疲れてるな俺。体が疲れてるな。全然滑舌もなんかよく回らんし、考えてることもなんかもうおっぱいのことしか考えらんない。おっぱいのことしか考えらんない。
リバプールです。リバプールはね、なんか何回か戦ってるイメージがありますね。まあ強いは強いですけど、強いは強いけど、まあね、勝てるかなという、そういう認識がございます。大会情報、リバプール1回負けてるのは、勝ってるのか、負けてんな、4チームしか勝ってないのか。なるほど。スターリンがいる、スターリンがいるぞ。あ、噛みつきスアレスもいる。これ噛みつきスアレスかな、違うやつかな。あ、ジェラード、すごい、すごいな。でもこれでも世界屈指の年なんだとなると、うちすごいな、うちすげえなってなるとうち世界屈指の素質とかじゃないやつがいっぱいいるからな。うちすげえぜ。昆虫すごいぜ。置けばええ、爆撃。オッケー、爆撃。ナイス爆撃。どんどん爆撃していこう。どんどん爆撃していこう。あら！頑張れ！よし、ロナウド。よし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 。さすがロナウド。俺は子供の頃、子供の頃でもねえか。子供の頃じゃないな。俺は昔、ロナウドとロナウジーニョは一緒だと思ったよ。言い方が違うんだと思ってた。一緒じゃないんですね。知らなかったです。このゲームをし始めてやっと知りました。ロナウドとロナウジーニョは一緒じゃない。現在活躍してるかどうか。ロナウドかな。はい。そば、エバートンに復帰しましたね、ルーニーがね。早速ゴールを決めたらしいですよ。はいはいはい。大成功でしょ？知ってるんだ俺、大成功なこと。おいおいおい。サイン入りカードの販売がいまいちお金が入るイメージがない。なんでだろう。鹿島アントラーズ。誰か疲れてないかな。そんな疲れてはないな。一回イズマイロフを下げますか。こんな感じで。ゴー。やっぱり試合の疲れっていうのはありますからね。なかなかにずっと試合しますからね。それは疲れてきますよ。OK。鹿島に1点差でしか勝てないですからね。よし。もうバット飛ばしてもいいぐらいですね。カットしてもいいぐらいですけど、なんとなく見せましょう。サポーターが57人減った。やっぱ、サインカード販売があんまお金入る意味しないんだよな。なんだろう、配ってんのかな、もしかして。適当に。バーって。来た人に投げつけてんのかな。新特別指導も1ヶ月で終わる。もう頑張れ。なんだかんだ4月ももう終わる。早い。10分ぐらいで1ヶ月が終わるって早いね。なんという速さ。火の鳥になった気分。ノースロンドン。ノースロンドンってことは、ノースロンドンってことはイギリスか。ロンドンってイギリス？イギリスか。俺もあの辺のファラオいるぞ。ファラオがいる。俺あの辺のね、地図全然覚えてないんだ。ヨーロッパあたりの。ウェールズ。ウェールズはウェールズですね。イングランドの。イングラン、イギリスの一部か。じゃあ、頑張りましょう。どうしようかな。こうかな。佐々木さんのタクティクスがやっぱすごいね。でも明らかにローカルの人気っていう。世界屈指の素質を持ってんだけどな。なんだろうね、屈指の素質持ってるのになんかかわいそう。川口さん、川口さん対等なんだね。でももうこれ以上伸びないんだ。意外だね。頑張りましょう。わー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 。おーし、ロナウド。おーし。おーし、マルトイズメロフ。2対0。プレミアリーグ1でこんな勝てるんだから、もう多分、今年で終わりそうだな。今年で終わりそうだ。そんな気がするよ。はいはいはい。長かったよな、短かったよな。パート数で言うと、これが143パートになるのかな？ 150 パートぐらいで収まりそうな気がすんな。
意外と長かったな、坂つく。40パートで終わると思ったら3倍、3、4倍。いや、長かった長かった。しかし長かったって言ってるけど、これで終わらなそうな気もするんだよな。まだまだ終わらんよっていう感じを見せてきそうな気もする。デストラーデがガッハッハッつって、これで1位になったと思うなよっつって、宇宙リーグがあるんだっつって、宇宙人と戦わされるみたいな、宇宙人、異世界人、超能力者たちと戦わされる、そういうリーグがありそうな気がする。デストラーデがなぜそこに人脈を持ってるのか分かんないけど、よし。いやー、まあ勝てる、勝つる勝つる。意外ともう地上じゃなくてもいいな。監督スキル変えるか。5月、はいはい、 OK です。平均観客導入数減ってるな。プレミアリーグディビジョン1は2位。しかしまあ攻撃陣もディフェンス陣もうちと。イズマイルフが月間 MVP を獲得、おめでとう。よし、5月だ5月だい。試合数多いだろうな。あー、やっぱ休むとこない、休むとこない。露天誘致、警備員増員で、チラシ配布、操作な、応援機配布、サインカード販売は一番いいな。サインカード販売ぐらいが一番いい、本当に。トス、ダービーマッチだよ、ダービーマッチだよ。一日店長も出場するよ。店長要員岩下も出場するよ。店長しかやってないからな。サッカーやってないからな、あいつ今。店長ばっかりやってる。特別練習終えました。はいはい。OK です。フィード練習。はい。選手のやつまた見なきゃな。スクエアパス、ベルベットパスが上がりました。はい。ビジョントレーニング、ダッシュパスカット。はいはい、OK です。クバチさんはでもまだあれなんですね。1個上がるんですね。あの、素質が。佐世保温泉建設しました。やったー。佐世保温泉だー。温泉好きやねん。温泉好きやねん。温泉好きやねん。さあ、じゃあ建設のやつ、買いますか。スタジアムの。温泉ができたことにより、多分必要のないものが多分2、3個できてるはず。これは必要ないな。アミューズメント施設は今年で撤去します。あとはこれはでも意外とあれだな。これがもう限界値かな。うん、これ以上減るもんな、やっぱりちょっと。ってなると残り3つを使って、あ、これはいらねえな。グッズショップを消すか。グッズショップを消すという発想、怖いわ。売店とグッズショップを消すという発想、怖いね。いいのかな。売店消してみるか。売店を消してみた。4個余ってっから、なんか4個余ってっから、なんか満足度の方にプラスできればいいな。なんかあるかな。スパリゾートね、スパリゾートなんかいいじゃないの。また温泉つけるんかいっていうその話なんだけど、あ、逆にエスカレーターなかったんだね、うちね。エスカレーターないのよぐらいね。エスカレーターだ。で、満足度上げなきゃ。あと2余ってるな。リクライニングシートかな。サッカーをリクライニングで見る必要あるのかな。まあ、いっか、リクライニングしよっか。サッカーをリクライニングで見る必要あるのかしら。
まあ、とりあえず満足度を上げていこう。お客様満足度第1位、岩下。お客様満足度大大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 サガントス、オッケー。サガントス結構身近なチームだからあんま嫌いになれないな。よし、オッケー。はいはい、オッケー。はい、オッケー。サポーターはガンガン減っていく。悔しい。特別練習で帰校するか、そろそろ。やっぱり我々に足りないのは気候であると。気候ですよ、やっぱり。どう考えても疲労を取っていく。気候によって、うん、気候ですよ。我々に足りないのは気候であると、そう考えるわけです。気候がね、気候がないから、結局気候ですから。世界中で愛されているのは気候。結局気の力によって我々はサッカーというスポーツを対面することによって勝っていけるのであると、そういうところを証明していきたいですね。結局気候なんですよっていう。よう、気候の力ですね、これ完全にね。気候の力で相手を倒しますね。惜しいね。気候の力で相手にイエローカードを与えた。気候の力で、結局気候の力のみで相手を倒すことは容易にできるという、そういった発想で我々は動いております。さあどうですか。あ、いえいえ。さあディビジョン1、そろそろ来るだろう。プリミアリーグ、気候の力でぶっ倒してやる。俺らがいかに気候をマスターしているか、俺らがいかに気の力のみでサッカーに向き合っているか。 AC ローマ、気候でぶっ倒してやるよ。気候でな。お前らに気候の力を見せてやる。クバチ、フィジカルマックス。気候の力でぶっ倒してやる。来い。ほら、気候の力で相手にイエローカード。行け。おお、気候の力で1点。おーし、2点目、気候の力。これが気候の力。やっぱ気候の力ってすげえな。ルールと関係ないもんな。気候のみで相手にイエローカード出してるもんな。ゴールも決めれるし。本当にうちがエスパーなんじゃないか。これで宇宙リーグとも戦えるぞ。宇宙人、世界人、超能力者がいる宇宙リーグでも気候の力で戦っていける。やったぜ。俺たちの戦いはまだまだ続く。気候終えました。はいはい、どんどん気候やっていこう。はい、気候療法いいよ。どんどん気候やっていこう。みんなで気候マスターしていこうな。気候療法、はいはい、 OK。 結局気候よ、何が何でも。さあ特別練習終わりました。気候、いや気候であんまり、なんか気候あんま役立ってなくない。なんか何、気候の力あんまり、何、特別調整がいいの。結局気候より特別調整がいいの。わけわかんないよ、もうやめてくれよ。あんなに気候やったのに。あんなに気候やったのにな。はい。現在活躍してるか。誰だっけ、イズマイルフだっけ。イズマイルフが、なんか、月間 MVP だった気がする。どうだ。もっと売れたかも。ダメか。さあ、次はなんだ。G1 か、 G1 だな。ガンバ大阪のガンバは足だっていう習ったんだけど、本当にそうなのかな。本当にそうなのかな。分かんないよ、もうそうなると。そうなるともう分かんないよ。
ガンバが足ってどういうことよ。よしよし、オッケーオッケー。ジャスマニーカンポス、誰かわからんけどもなんかすごいやつがいるらしいな。ジャスマニーカンポス、カンポス、かわいい名前だ、カンポス。うん、ジャスマニーカンポス、なんだろうね、擬音みたいだよね。ジャスマニーカンポスってなんだろう、何の擬音なんだろう、わからんけども。5月3週、いやもう6月か、早いね。もうあっという間に1年の半分があります。柏レイソル、柏、柏、黄色いユニの柏、柏、柏、なんだっけ、どことなんかあるんだっけ、柏と市川か、あれどこだっけ、船橋か、どっかなんかあるよね。三郷、三郷じゃねえの、てか何せ常磐線か、常磐線か、柏、柏常磐線だっけ、常磐線か、行ったことないんだよな、まあ、柏な、2回ぐらいしか。はい、ヘディング精度の能力、プレッシング能力、引き続き行いましょう。はいはいはい、中山さん、ヘディングシュート、キック力、ボディバランス、めっちゃ継承するやん、めっちゃ継承するやん。上野さん、精神力、精神力のみ上野さん、なんで逆に精神力しか教えられないの、あんた在籍年数13年だよ、13年在籍してて、なんで有数のやつに精神力しか教えられないんだよ。もちろん技術があるでしょうよ、なぜ精神力のみよ。彼にはがっかりだ、彼は精神力しか教えられない、てかむしろ精神力だけでこんなにもサッカーをやってたのか、あいつが一番すごいんじゃないか、気候とかよりも、あいつ精神力でサッカーやってるぜ、精神力でサッカーやれんのって驚かれるぞよ、それは驚かれますわ。うわ試合めっちゃ続く、いやーもうやー試合続くの、やーんーと那覇さんになんか教えるか、パサー、パサーだからベルベットパスにトラップにフィード1でいいなで、アンカー、アンカーのクバチ君は何すればいいの、レジスタか、パス3、パス3、パス4、パスカット、パスカット4にするか、とりあえずピジョントレーニング、よしで一枠をどうしようかな、そろそろ爆撃機なんか教えてもいいんだけどね、まあ、いっか、爆撃機なんか教えるのは後で、爆撃機は後でいいや、どうしようかな、そろそろプレイメーカーを一個上にするか、佐々木さんをちょっと上にするか、どうしよう、司令塔になっちゃうんだよな、でもな、フィード3にしますか、どうしようかね、司令塔2人になっちゃうんだよな、試合中に、大丈夫かな、喧嘩しねえかな、まあ司令塔が2つあるのはいいのかな、どうなんだろう、塔が2つあるなって、まあでもあれか、どっちが合ってるのか分かんないもんな、全然違うこと言い始めたらもう訳分かんないもんな、お前は右に行けっつって、俺左に行けって言われて、ああどうしていいか分かんないよっつって、真ん中に行こうっつったら真ん中で爆撃が待ってるんでしょ、なんてる罠だ凄まじい罠だぜ。徳島ボルティス、俺この間徳島出身の人にさ初めて会ってさ、で、あれですか、徳島ボルテックスですかっつったんですよ、そしたらボルティスですって言われてさ、ボルティスって何ですかって俺ボルテックスが正しいと思ってるから、ボルティスって何ですかっつって、いやあのサッカーチームですって、あれボルテックスじゃないですかっつって、いやボルティスですよ、っつって、そこでちょっと今までの間違ってたことを初めて知りました、多分どっかでね、俺ボルティスって知ってたんだろうけど、ボルテックスって言っちゃったんだろうね、いや間違っちゃって恥ずかしかったね、学生練習終えました、終わった本当に、終わった本当に、終わって
りあえず試合バンバン進めるか。6月に入ろう、とりあえず。露天にぎわい間違いなし。とりあえず6月の1を2ヶ月終わらせよう、ワンパートで。相当な速さで進んでいこう。さあ、エースミラノ。ミラノは強かばい。ミラノ強かばい。高原さんは？お、屈指になった。やったね。そしたらじゃあこれダメだ。ダメだこれ。よし、ばえ、爆撃ばえ。爆撃のばえ、え。爆撃のばえ、え。人の心を持ったぬ。爆撃のばえ、え。さすがにミラノはな、ディビジョン2で戦ってるからな、負けねえわ。そしてディビジョン1もあれだな、なんか、思ったほど強くねえな。大会情報。1位だもの。マドリードに勝ってるもの。ミラノに勝ってるもの。チェルバルサにも勝ってるもの。ていうか、デストラーデとかさ、カリームさんたちのチームはどこに付属されてんだろうね。まだ戦ってないんだけど。あいつらどこいるんだろうな、あいつらな。どこいるんだろう、あいつら。全然わかんねえ。あいつらマジでどこいるんだ。実はサッカーチーム持ってないんじゃないか、あいつら。持ってないけど、想像だけで話してるんじゃないか。僕のサッカーチームはねって言って。かわいそうな大人たちだよ。だからお金を持ってないんだよ、ほんと。持ってないけど、俺、あの選手獲得したぜみたいなことを言い始める。夢の話してんだよ、あいつら。かわいそう。全部が幻想だったっていう。普通になんか、警備員のバイトとか二人ともしてるんだろうな。ガイタレのバイトとかしてんだろうな。そう考えるともうなんかかわいそうで仕方なかってきた。あいつらがかわいそうだ。10億ぐらいあげようかな、あいつらに。サッカーチーム1個ぐらい作れんべ。10億ぐらいだったら。初期費用10億だったらなんか作れんべ、多分。かわいそうな大人たちだ。ベストリブン、まあ、攻撃陣もディフェンス陣もうちと。はい。アシストも勝てないけど、ロナウドが1位か、今。ロナウドが2日連続 ?2 日じゃないな。そうだ、リベラーニが先月は、昨年は1位だったんで、得点ランキング。クリスチアーノ・ロナウドがここで1位を取れると、順々に取れることになるな。それが一番いい。平和平和。和平交渉ですよ。ハリス。あれは通行修行条約だっけ。通商商工んなんだっけ、忘れちゃった。バルサ。ポンチョ。まずまず注目度集めている。ほんとかい。仮設トイレ。チェルシーはすごいよ。チェルシーはすごいよ。ハーフタイムショーだ、チェルシーだから。ミュンヘンもすごいよ。ミュンヘンもすごいったらすごい。シャトルパス。ついに出ちゃった。あんまり出したくなかったけど、ホーマーの部分も出しちゃったな。ここで選手名鑑を配布。トットナムもすごい。やっぱすごいチームばっか来るな。やだね。すごいチームばっかだよ、本当に。ダービーマッチだな、熊本は。ダービーだ、ダービーな。楽しいか。あ、熊本から来たやつ全員お前顔にドロンってやる。ひでえ言われようだぜ。お？何の音だ？何の音だこれ？何の音だ？怖い。あ、年俸出してね。よかったよかった。日常茶飯事。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりますか？終われないですか？あ、リクライニングシート。よしよし。じゃあ今回はこの辺で終わりましょう。それではまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。はい。